逆に、ゆうちゃんバンドは、日本のロックバンドである。2018年にデビュー。略称としては、ジブ、逆に、ゆうちゃんバンド等が用いられる。所属事務所。 レコードレーベルはメンバーのヨシとが代表を務める株式会社シックスオクターブ。2018年にボーカルの清水、ユうなのバースデーイベントに自身の呼びかけでメンバーが集まる。この際は清水、ユうなのソロプロジェクトに対して他メンバーはバックバンドという立ち位置であったが、同年9月に 右予曲折を経て正式に結成する名古屋市大須に自社の運営する劇場があり、そこを拠点に活動していたが、2019年2月に店舗の取りに合い拠点を失ってしまう。その後は名古屋市内のライブハウス、路上で地道に活動を重ね、現在は 全国各地で活動している。バックバンドだった時代はメンバー間のスケジュール管理の際などに、ゆうちゃんバンドという呼称が用いられていた。その後の正式結成の際にメンバー間でバンド名を提案し合ったがいい名前が見つからず、最終的にメンバーの放った。 もう逆にゆうちゃんバンドのままでいいじゃんという発言を清水優奈が聞き、逆にという部分ごと取り入れて決まった。清水優奈は3歳からモデル、役者として芸能活動をしており、メンバー最年少でありながら芸歴が圧倒的に長い。デビュー当時は清水。 ユーナの全身ユニットの曲を引き継いだエレクトロニックなサウンドがメインだったが2019年のアルバムリリース以降は正当ッ録を貫いているリリースの時期からは同期音源などの使用には消極的でステージで作り上げるサウンドのみでパフォーマンスを広げたいと考えている 楽曲に関しては、メンバーそれぞれのルーツにかなり差があるため、バンド特有の楽曲の雰囲気が似通うことがないことを売りにしている。メンバー全員がソングライターであるが、リュー・クリアは疾走感のある軽快なロックが得意としており、ヨシトは巧みな構成を用いたバラードや踊ろうどろしい曲が得意だと話している。 楽曲の振り幅が大きい分、ボーカルにはどんな楽曲でもしっかりと歌い上げる、実力を要されるが、聖水、優奈の歌唱力は、第1回アイドルソロクイーンコンテストで日本一を取るなど、非常に高いものだった。聖水優うは、K-POP アーティストのジュンスや、GACT などの、やはり歌唱力の高いアーティストに影響を受けている。 また、パフォーマンスは、ダンスなどを用いたアグレッシブなものになっており、これは、東方神起などの影響を受けている。リュークリアは、G ・ミッチェルガン・エレファントや、ハイ・スタンダードなどの影響を受けており、パフォーマンスや楽曲に色濃く出ていると話している。 ギタリストのコアベフト氏を崇拝している。ヨシトはバンプオブチキンやグレーの影響を受けている。基本的に人に影響されたり憧れたりしないタイプでありながらバンプオブチキンの藤原はじめようには人生で唯一嫉妬したと話している。ありがとうございます。